水たまりもでき始めました。札幌駅前ではこの時間も雨が降り続いていますし、時折緩やかな風が吹くので傘を差していても体が濡れてしまうんですよね。そうですね、この時間札幌周辺に特に集中して雨雲がかかっている状況です。で、雨の見通しの前に気になるお盆の後半台風情報から見ていきましょう。日本の南海上には台風7号、そしてその東には昨日台風8号も発生しました。ではこの後の進路予想を見ていきましょう。まず8号の方は東の方へ離れていきそうなんですが、心配なのが台風7号の方です。この後発達をして暴風域を伴いながら強い勢力で関東に接近または上陸する恐れがあるんですね。特にあさって16日金曜日から土曜日の前半にかけては関東や東北方面を結ぶ空の便や新幹線に影響が出てくる恐れがあります。ちょうど移動する方も多い時ですよね。そうですね、お盆の移動は最新の情報を確認しまして、必要に応じてタイミングをずらすなど計画の再検討をお勧めします。では明日にかけての天気のポイント見ていきましょう。空ナビはこちらです。明日も気温湿度ともに高くなり蒸し暑くなりそうです。ところどころ雨も降りそうですね。ではその雨の見通し、天気の移り変わりから見ていきます。画面はこの後午後6時の予想です。日本海側ところどころ雨が予想されています。では明日にかけて時間を進めていきます。日本海側では札幌も含めてこの後明日明け方にかけて雨が降りやすいでしょう。明日日中になりますと今度は内陸や道東方面を中心に雨の降るところが出てきそうです。雨はさほど強く降ることはないと見ておりまして、折りたたみの傘で十分しのげる雨とお考えください。蒸し暑さも続くんですよね。はい、では明日の予想気温も見ていきたいと思います。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで25度を少し下回るくらいとなりそうです。今夜も氷枕や扇風機などを使ってお休みください。日中の最高気温、冷たい空気が流れ込んでくるオホーツク海側は20度くらいで少しひんやりしますが、その他は広く28度前後まで上がりそうです。明日も湿度の高い状態続きますので蒸し暑くなります。引き続き熱中症には警戒をしてください。では時間ごとにマークでお天気を見ていきます。今日は雨が降っている札幌県はどうでしょうか。はい、今夜から明日朝にかけても西区や手稲区などを中心に雨の降りやすい天気続きそうです。明日も雲が多いですが、中心部から南側の地域では午後に晴れ間も期待できそうです。その他の南西部の地域でも日差しは感じられそうですか。はい、まず札幌や小樽の周辺、今夜から明日の朝にかけて弱い雨が降ったりやんだりしそうです。日中も雲は多めですが、昼過ぎから夕方頃は太陽が顔を覗かせるタイミングもありそうです。続いて北部から岩見沢周辺です。こちら曇りマーク一色となっていますが、日中は山沿いを中心にパラパラとにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみの傘をお持ちください。東部の予報も見ていきます。明日午後に入りますと十勝や釧路周辺で雨が降りやすくなりそうです。太平洋側の沿岸部は台風からのうねりが入り波が次第に高くなりそうです。船舶関係、海のレジャーはご注意ください。さて、お盆休み後半は台風の影響も感じそうですね。はい、ではあさって以降の週間予報も見ていきましょう。この先も台風や湿った空気の影響ですっきりしない天気が続きます。金曜の夜から土曜にかけては室蘭など太平洋側で雨が降りそうです。ということで日曜の晴れマークが大変貴重なものとなりそうですね。気温は週が明けますと若干低くなりまして、最低気温でいうと札幌は20度くらいまで下がってきそうです。続いて北部と東部です。台風7号の影響で釧路や十勝のなどの太平洋側の沿岸部ですね、土曜日頃をピークに台風からのうねりが入り波が高くなる恐れがあります。船舶関係は注意が必要です。この方面週明けも前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりそうです。気温来週になりますと若干涼しい日が増えてきそうです。さてこの時間札幌で降っている雨は明日の明け方頃まで続きます。お出かけになる方はしっかりと雨具をお持ちください。